はい、おはようございます。俊也です。今日のスーパーセブン名車再生は、前回車検はちゃんと取れていて、もちろん排ガスとかも基準値はクリアしていて、公道は走れる状態にはなってはいるんですけど、あくまでもそれは車検仕様。今回はこの車でちゃんと走れるようにエンジンのセッティングを取っていきたいと思います。もともとの状態はキャブレターへの吹き返しでパンパンクシュクシュバックファイヤーしてたりとか、マフラー側でボコボコアフターファイヤーしたり、結構ひどい状態でした。プラグの焼け具合は最悪な感じでしたね。まだ2番、3番、4番はまだまともに見える。だけど1番のプラグは失火してるから真っ黒にすすけちゃって、完全に1番シリンダーダメな感じです。こんな状態でも排気ガスの濃度はアイドリングで基準値クリアしてるから、車検は問題なく通すことができました。調子が悪いのはエンジン本体に問題があるのか、それともキャブレターに問題があるのか、はっきりさせるためにシリンダーの圧縮とかも測ったりはしたんですけど、特に圧縮は問題なさそうな感じでした。エンジンはすこぶる調子が良さそうです。この後イベントに参加するのにそれなりに距離走らなきゃいけなかったんで、とりあえず動かせる仕様ってことで、原因はキャブレターと目星をつけて、少し燃料濃いめになるようにアイドリングジェットを55番の F11 っていうのを入れて、どうにか車を走らせてました。そしてここからがリアルタイムの作業に戻ります。とりあえず2、30キロを走らせてみて、このエンジンの今のコンディションはというと、このプラグの焼け具合でね、見ていくと分かります。お、だいぶいい感じに焼けてる。これ前側から1番、2番、3番、4番って見ます。プラグの焼け具合そこまで悪くないですね。今の現状としてはメインジェットは悪くないけど、アイドルの方がちょっと濃いめな感じになってんのかな。外資の部分はね、ちょうどよく白く焼けてるけど、周りがちょっとすすけてるから多分そうだと思う。悪くはないんですけど、それでもね、まだねパンパンなるんすよ、キャブレター側で。まあプラグが悪いのかなと思って、プラグの位置とっかえひっかえやってみたりとか、プラグコードもこう場所変えて差し替えたりとかしたけど、そこまでね症状変わらなかったんで、キャブレターのジェットを変えてもこれ以上良くなりそうな雰囲気はちょっと見当たらないから、多分エンジンのバランス、全体的なバランスが崩れてるんだと思う。ということでヘッドカバーばらして全部チェックしていきたいと思います。まずはバルブクリアランスからチェックしていきます。なのでヘッドカバー一回外します。あー、がっちり密着してる。背後もすごいね、乾かない系のガスケットなのに付きはいいんだね。よし、お、外してもコルクのガスケットは傷んだりしなかった。これきれいに掃除すれば再使用できるかな。破らないように丁寧に剥がさなきゃ。そのためにハイロマ塗ったんですからね。あー、破っちゃった。意外と密着しっかりしてるのね。ちゃんとスクレパーで剥がしに行かなきゃダメだったか。ガスケット破っちゃいました。あー、ダメだね。ちゃんと剥がすときこうスクレパーでこうスーッと剥がしていかないと、手で浮かして剥がしていくようなやり方やるとブチっていっちゃうから、真面目に剥がさなきゃダメですね。一応このハイロマーってやつ固まらないガスケットなんで、まあ塗って剥がしてきれいに掃除すれば再使用できるみたいなこと聞いてたんで、ちゃんと剥がせればもう一回再使用できたのに。あー、破っちゃった。再使用してみたかったんだよな、ちゃんと漏れてこないかどうかチェックするために。本当にこのガスケットが使えるのかどうか、
ただ安心してください、ちゃんと替えのやつ買ってあります。そう、万が一破れるかなと思って、念のため何か作業するときは作業する場所の部品をちゃんと用意していつも作業やってますんで、今回は、つけるときはこっちの新しい新品のガスケットで組んでいきます。残念だったな。まあ一つ勉強になりました。ヘッド側の残ってたガスケットとかはスクレパーでこすったら簡単に落とせました。普通の液体ガスケット、固まる系のやつに比べて落とすのはすごく簡単でした。あとこれパーツクリーナーでさーっと拭いてあげればまた簡単に装着ができると思います。はい、ちょっと話が脱線しちゃったんですけど、ここのバルブクリアランスチェックしてきます。こっちのね、タペットっていうこのカムから来てるこのアームみたいなのがこう上下して、でここのバルブをね押し下げたりするんですけど、ここの隙間、この隙間調整やっておきます。もちろんここのクリアランスエンジン組むときにねちゃんと測って組んだんですけど、なんかねその数値があんまりこのエンジンには合ってない数値だったみたいで、そうイベント行ったとき教えてもらったんですよ、スーパーセブン乗ってる人に。ここのバルブがこう開いたり閉まったりするときの給排気のねオーバーラップっていうのがあるんですけど、そこがねどうやらあまり良くないんじゃないかと。シリンダーで燃焼した空気が排気されきる前に吸気側が開いちゃって、燃え残りのやつがこっちの吸気側にね戻ってる可能性があるって教えてもらったんで、ちょっとここのクリアランスを広げたいと思います。うん、狭いね、吸気側が狭いね。これで、クランクシャフト回して他のシリンダーも同じように計測します。お、ここは排気は良さそう、 0.55。 あ、2番の吸気もちょっと狭いのかな。はい、ということで 0.4 だったバルブクリアランスを 0.55 にして、狭かったやつを広く調整してみました。ここのクリアランスが狭すぎると燃焼したガスが吸気側に戻ってバックファイアする。で、ここのクリアランスが広すぎる場合はタペットの動く時のカチャカチャ音、カチャ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 音が鳴ったりするから、まあ、それはそれであんま良くないんですけど、一応今回は 0.55 ということで基準値いっぱいいっぱい広めに調整したので、これでテスト走行をしてちょっと様子を見てみたいと思います。さて、良くなったかな。タペットで治ったらバンバンザイ。ダメだ、治ってね。タペットじゃなかったか。はい、ということでタペット調整したけど全く変化ありませんでした。ダメだね、ワンチャンこれで治んじゃないかなってちょっと期待してたんですけど、ダメでした。まあ一応ね、それはね想定の範囲内、まあもしかしたら他にも原因があるんだろうと思って、今まで変えてなかった部品、こういうのね、いろいろ買ってきました。これイグニッションコイル、ディストリビューター、まあ、こういういろいろちょっと怪しい部品変えていきたいと思います。これで治るでしょ。とりあえずイグニッションコイルから変えていきます。じゃん、ルーカス。あれ、シール曲がってる。さすが海外、ここシール曲がってるのちょっと気になるから貼り直しときます。よ、気持ちいい。やっぱりシールはまっすぐ貼ってあった方がいい。イグニッションコイルはここについてます。これ、ここ、このプラグコードがつながってるやつ、ボルトナットで止まってるんで裏からねナットを押さえないといけなくて、ちょっと一回ここの
ペダルボックスの蓋外しちゃいます。外れました。もともとついてたのは電装のイグニッションコイル。品番は入ってるけど塗装がちょっと剥がれちゃって、ちゃんとした番号はわからないです。結構ボロボロな感じ。まだ中のオイルは入ってる風だし、テスター使ってリークしてないかチェックした時はね、問題なさそうだったから、多分これそんなに悪くはないと思うんですけど、ただ結構古い感じがするからね、ちゃんと新しいやつに変えちゃいます。イグニッションコイル新しくなりました。綺麗だね。やっぱり見た目が綺麗だといいっすね。本来エンジンの不調の原因、どこが原因なのか探るためには、一箇所部品変えたらテストして、一箇所変えたらテストしてをやっていくのが多分セオリーだと思うんですけど、今回は原因の箇所を突き止めるんじゃなくて、とりあえずエンジンがちゃんと動くように直したいので、引き続き怪しい部品全部変えていきます。次はデストリビューター。これはこのキャブレターの下、ここについてます。でこのまま作業できなくもないんですけど、撮影しにくいし、この後キャブレターの部品もね変える予定なんで、一回キャブ先に外しちゃいます。キャブ外してガソリン持ってきたら嫌だから、先にガソリン抜いておきます。取れた。よし。マジでやっぱりそうだよね。インテーク側がすすけてる。バックファイアしてるから。せっかく綺麗に洗浄して組み付けたのに。本来インテークこんなすすけないんですよ。もともとほらガソリンを送ってるから、ガソリンの洗浄作用で本来こっち側ね綺麗になるはずなのに、燃えてるからすすけちゃって、間違いなくバックファイヤーはしてますね。これでデストリビューターが見やすくなりました。この中にプロペラが入ってて、で接点が触れた瞬間にプラグコードに電気が流れて、シリンダープラグの方に点火するっていう形です。でここがねプラスチックの蓋だから、割れてしまったりとか、あと経年劣化とか湿気とかそういうので電気がリークしてこのボディ側に逃げちゃったり、他のプラグコードに電気が流れちゃったりして失火することがあるみたいです。いつもの整備工場のおっちゃんに聞いたら、もう失火はねこのディストリビューターが怪しいって言うんで、これ可能性あるんじゃないかなって思ってます。ということでここ交換していきたいと思います。順番間違えないように、1番2番横が3番、3番、こっちが4番。よいしょ。デスビキャップ、新旧比較。そんなにね、ひどくはないんですよ、デスビ。接点も減ってないし、サビが出てたぐらいで、でもそこは磨いてきれいにしたから、そんなにね、ひどくないんですよ。こっちが外した方、目視する限りリークしてたような跡も見受けられない。リークするとね、このプラスチックの表面電気走ってこうミミズが走ったような跡とかが残るみたいなんですけど、そういうのもない。もちろん表側にもないけど、可能性は否定できないので交換しちゃいます。あとローターもそんなにはね悪くないんですよ。こんな感じ、ちょっと先っちょが丸くなってるかな。こっちの接点の部分はねちょっとサビがあったからペーパーで磨いてこんな感じになってます。そんなにね見た目ほどひどくはない気がする。まだまだ使えそうな感じはするけど、
これも新しいやつを買ったので交換しちゃいます。そんなにね高い部品じゃない。あれ形状違くねこれ。あでもいいのか、これでいいのか、いいのか。だいぶなんか見た目違うけど、なんかコンパクトになってる。他のデスビと共通っていう風に出品ページには書いてあったけど、一応なんかこの穴のピッチというか穴とローターの先端との距離感とか取り付け形状とかは同じっぽい。いいんだね、大丈夫なんだね。わかんないけどとりあえずこれつけてやってみよう何か変更点があったんでしょう。結構こういうの多いんですよね、部品買ったら形状変わってたとかっていうの。ちなみにこの車フルトラに交換されてるんで、あこれ和光の LA700 っていうフルトラ、これに交換されてるからデスビ側にポイントはないです。ポイントからこのフルトラの赤外線のやつに変わってます。だからポイントのギャップ調整とかはね必要ないやつです。このままローターとデスビのキャップとつけて戻せば作業終了。これがこっち向き、こんな風にローターをつけて、あやっぱピタッとはまるな、やっぱこれでいいんだ。ディストリビューター取り付け終わりました。そして配線はこんな感じにまとめてあります。そして絶対にバックファイヤーとは関係ないんですけど、このレベルゲージ持ち手の部分がね壊れちゃってて、これすごく使いにくかったんですよ。で新しいのを買ってきたのでこっちに交換したいと思います。なんか年式違いのやつらしいんですけど、こうやって横並びにしてみると長さはぴったりと合うのでサイズも合ってるから取り付け自体は問題ないんだと思います。これをセットしてこんな感じになりました。これで使いやすくなった。あとはキャブレター、キャブレターの部品もいろいろとちょっと変えたり新しくつけたりやっていきます。とりあえずここインテークがこっち側につくんですけど、ここのね蓋がついてなかったんですよ。もともとついてなかった。でそれを新しく買ってきたんでとりあえずこれつけちゃいます。これがねこういう風につきます。ここのねスロットルシャフトのところにゴミが入らないようにするための蓋です。別になくても支障はない。ただゴミがたくさん入ってシャフトの動きが悪くならないようにするためのもの。ここね、インシュレーターって こっちのインテークがつく側の取り付けと相性みたいなのがあって、インシュレーターの形状によってはここが干渉しちゃってつけれなくなることもあるみたいなんで、多分それでねついてなかったんだと思うんですけど、うちの車の場合インシュレーターの形状が干渉するタイプじゃないので、スロットルシャフトの動きが悪くなったりしないためにつけるような、そんな感じです。別にこれをつけたからといってバックファイヤーが収まったり車のパワーが上がったりそんなことは一切しません。っていうかここ蓋つけてもそもそもこの蓋に穴開いてるしね、中の空気逃がすための大気圧に解放するための穴が開いてるからね、あってもなくても変わんない気はするけど、まあ、とりあえずこれで OK。 そしてここの蓋はあくまでもおまけで、メインはね別なんですよ。やりたかったのは別。一回ちょっとここを蓋外して中のフロートをね出します。よいしょ。これちょっとねピンが痩せてるのかね、フロートが硬つくんですよ。ほらこんな感じでちょっと摩耗して痩せてる感じがあるから、これを交換します。新しいやつと古いやつの比較、上が新しい方です。だいぶ痩せてますよね。油面が下がった時にこのフロートの動きがちょっと遊びが出ちゃってるんじゃないかな、疑惑ないかな。おフロートの下がり具合も一緒な感じになったね。
許してください。そしたら元通りキャブレター戻します。よし、蓋の干渉はなさそう。うん、大丈夫だね。いろいろ部品交換したから各部調整をやり直していきます。今これはキャブレターの油面調整やっているところです。他にもディストリビューター交換したから点火タイミングも調整し直して、アイドルジェットで燃料の濃さも調整して、キャブレターの同調も取りました。これで直ってるかチェックします。ダメじゃん、直んないじゃん。キャブ、デスビ、イグニッションコイル、バルブクリアランス、点火タイミング、どれいじってもダメ。あ、どうしよっか、どうしよっか、まいったな。なんか根本的にエンジンがなんか違うのかな。なんかミスしてる。僕なんかミスしてる、してるんだろうなきっとな。じゃなきゃ普通に走れるはずだもんね。もう他にね、帰れそうな部品はないし、ジェットの番手もちまちまいじっててもラチ開かないんで、思い切ってがっつり濃いジェットに変えてみたいと思います。もともとついてたのがね、アイドルジェット、45番の F9 っていうのがついてました。でこれがね、なんか標準らしいようなことはネット上に出てるんですけど、ただね、エンジンの仕様なのか、なんかちょっと違うパターンもあるみたいで、なんか人によってはね、50番の F8 を使ってる人もいたんで、今ね、50番の F8 も試したんだ。それでも、まだパンパンしてて、今、55番の F11 っていうのを入れてます。これでね、だいぶ良くなったんですよ。ただこれでもまだね、パン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 になるから、もう思い切って60いってみます。思い切って濃すぎる60の F11、 もう絶対このエンジンの排気量には濃すぎて濃すぎてどうしようもないぐらいの番手。これちょっといってみます。ネットで見てみるとね、1700のエンジンだったりとか、排気量アップしてる車とか、もしくはあのハイカム入ってサーキットをメインにこうセッティング取ってある車とか、そういう車はね、60番使ってる人いました。なんだったら65番入れてる人もいた。 1700SS のサーキットメインで走ってる人。ただ1600なんですよこの車。1600だし、多分ないと思うんだけどな。調子良さそう。そしていつもパンパン鳴ってた回転数で言わなくなった。これは期待できる。テスト走行行ってきます。60番のアイドリングジェット、絶対この車には濃すぎるんですけどね。でもこれが意外と大当たり。バックファイアせずにちゃんと走れるようになりました。でもアフターファイア、マフラー側からのパン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 、それがひどくなっちゃいました。走ってる感じ、吹け上がりも重たい気がするし、やっぱりね、燃料は濃すぎるような気がするんですよ。でもこれ以上薄くするとバックファイアがひどくなる。濃くした方がいいのか薄くした方がいいのか、なんかどっちとも取れない、すごく微妙な感じになってきちゃいました。
カメラ、カメラ、カメラ。アイドルジェット60番にしてプラグの焼け方はこんな感じです。ちょっと濃すぎるわ、真っ黒になってきた。でもね、バックファイヤーなくなったし意外と調子良さそうなんですよね。燃料濃くすればバックファイヤー収まる。でもアフターファイヤー、マフラーからパン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 火出るし、ちょっと燃料濃すぎる感じはする。ということで、今回このエンジンのセッティング取り切れませんでした。マジでどうすればいいのこの子。キャブレター本体が良くないのか、それともエンジン本体がダメなのか、ちょっとまだ僕には知識と技術が足りなさすぎるので、これから一生懸命勉強していきたいと思います。まいったね。ということで、もともとここで動画が終わる予定だったんですけど、この後なんとリスナーさんから超有力な情報提供がありまして、作業に進展があったんで動画続きます。名車再生スーパーセブン、チャンネル登録よろしくね。はい、前回の撮影から1週間が経過しました。とりあえず動かせる仕様のまま、まあ他のイベント参加したりとかいろいろやってたんですけど、でなんとその間にこの車の前のオーナーを知っているという方からメールをいただきまして、この車のセッティングというかいじり方で、キャブレターのアウターベンチュリーっていう部品、それを旋盤で削って広げて、要は加工してあるらしいです。でそれが原因で低回転の、要はガソリン不足というかエンジンの不安定さにつながってるんじゃないかっていうんで、ちょっとそれ確認してみたいと思います。まずはエアクリーナーを外して、ファンネルも外しちゃいます。で、インナーベンチュリー、これ外して、その中にいるアウターベンチュリー、これです。なんかこれが原因のやつっぽい。これが外したアウターベンチュリーです。ただのね、なんか筒みたいなこんな部品で、これに刻印が入っていて、これね、32番のベンチュリーなんですよ。で、32番かとしか思ってなかったんですけど、これの内径を旋盤で加工してるっていうことなんで、ちょっと測ってみます。刻印通りなら内径が32ミリのはずだけど、これは内径が 33.5。 はい、確定です。これが原因です。これの内径がでかいことによって流速が足りなくて負圧が減るから、その分ガソリンの供給が減ると、低回転でのガソリン供給が減るということみたいです。気づくかいこんなの。ということで、新しいアウターベンチュリー買ってきました。今回使っていくのは30番です。スポーツ走行するときは32番とかがいいみたいなんですけど、街乗りメインにするときは30番の方が低回転安定するみたいなんで、まあ基本的に街乗りしかする予定ないんで、30番のベンチュリーでちょっとセッティングを出してみたいと思います。っていうか気づく、これ刻印32番のままなんですよ。で内径が 33.5。 絶対気づかないよね。教えてもらわなかったら本当に気づけなかったと思う。しかもね、面白いことに、あのキャブレターバックファイヤーが一番ひどかったので、一番シリンダーなんですよ。で一番シリンダーのこれの内径、これだけがね若干でかいんですよね。 33.8 とか 9までいかないぐらい。で一番でかいシリンダーが一番あのバックファイヤーがひどかったっていうね。だからその分低回転で空気の速度を稼げなくて、ガソリンがちゃんと供給できてなかったんだと思います。ということで、新しい30番のベンチュリーでキャブレター組んでいきます。こんなトラップが仕掛けられているなんて考えもしなかった。絶対気づかないよねこんなのね。よし、
で、アイドルジェットは今60番が入ってるので、それだとさすがに濃すぎるから45番に戻します。この車にもともとついてた45番の FQ、 もうこのままだと燃料濃すぎてアフターファイヤーまでひどくなっちゃったから、もうガソリン垂れ流し状態で走ってるような感じだったから、燃焼しきらないガソリンがマフラーの方でパン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 言ってたから、ガソリン垂れ流しでめちゃくちゃ燃費悪かったです。今までついてた60の F11、 これを45の F9 に落とします。これで燃料が薄くなるので、オーバーベンチュリーをサイズ下げたのと帳尻が合う感じになるはずです。っていうか、ただノーマルに戻すっていうだけ。全然エンジン別物。アクセルレスポンスめっちゃ良くなりました。ちゃんとアクセルについてくる。もっさりした感じがなくなってすっごいレスポンスが良くなった。あとね、エンジンの振動もすごい減りました。あんまりブルブルしなくなった。そして問題だったバックファイヤー、あれも鳴らなくなりました。ということで早速試運転行ってきます。キャブレターのバックファイヤー、そして低回転でのアクセルの突き、すべてが完璧です。完璧に直りました。ただメインジェットが元々のベンチュリーのサイズのままで、小さいサイズ用意してなかったんですよね。だから高回転燃料濃すぎて逆に吹け上がらないです。もうボコ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 言っちゃってすごいことになってました。はい、ということで試運転から帰ってきました。燃料濃いわ。低回転ものすごく調子良くなった。でも高回転が燃料濃すぎてものすごくやばい。ということで今ね、手持ちにあるジェットがね、これ以上薄いのがないので、今回のセッティングはここまで。またジェット買ってもうちょっと薄いセッティングにして調整してみたいと思います。泥沼にはまりそうな予感。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もご覧ください。バーイ。